にちは。こんにちは。戦えピッチャリーナです。石井武雄と申します。はい、今日はこちらグアムの実銃射撃場に来ております。はい、こちら CQB グアムと言いましてね、はい、もう30年ぐらいここで、うん、まあ、いろんな人が商売してたんだけど、2年半前からスティーブさんという方がオーナーになられて、はい、で僕はジャパンサービス部というところで、うんうん、まあ、お客様のご質問とか普段は日本にいますけど、はい、今回ピッチャリーナが来ていただけるということで、うんうん、僕もやってまいりました。皆さんよろしくお願いします。いろいろ教えてください。お願いします。はい、さてすごい銃の数々、ハンドガン素晴らしい。そうですね、ちょっと CQB ガム150丁ぐらい今持ってるんですけど、うん、すおかげさまでね、はい、それで、今回、まあ、あの、うん、ちょっとご紹介したい銃があるものから出してきました、はい、それで、はい、これ全部本物なんですけど、はい、本物なんでね、本来は、うんうん、ほら銃口の向きとかが、はい、めったやたらの方向いちゃいけないんですけど、はい、一応、まあ、その辺気をつけながら説明します、はい、それで弾が入ってないことを今、弾が入ってませんよ、安全ですよということで全部ホールドオープンされてるんですね、はい、全部されてます。でそういう場合本来はマガジンは抜いてなきゃいけないんだけど、うんうん、銃のフォルムが分かんないんで、はい、今日はちょっとこのままね、はい、であともう一つ大事なルールがあって、はい、実弾と実銃っていうのは、うんうん、撃つ時以外は本当は一緒のとこ置いちゃいけないんですよ。このこれとこれを一緒のとこにあると何かの間違いで、僕がなんか失礼なこと言ったらピッチャーが怒ってた弾込めて撃つかもしれない。はい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 、だから本当は撃つ時にね、そうなんだ、的の方を向いて入れるんだけど、はい、今日は説明が必要なんで、はい、一応弾もねここに置いてありますから、うん、これはもうピッチャーのこと信用してますから、はい、何か怒らせないようにしてください。なるべく怒らせないちなみに私こちら、うん、すごい気になるんです、はい、米軍でショットショーの時に発表された新しく、さすがサバゲーし詳しいねP320。 そうなんですよ。これですよね。そうです、この P320 が、今年春ショットショーで電撃発表だったのかな。これに決まりましたって大騒ぎになったやつね、はい、それであの後ね、うん、もちろんお客さんから CQB ガム入れてくれてるから来たんだけど、はい、慌てて注文しましたよ、うん、まあ来ないんだよ。だって米軍ですごい数入るでしょ、うんうん、生産が忙しくて、あと人気になっちゃいますもんね。そうなの。でね、いや3年ぐらいかかるんじゃないのって言われてたら、うん、なんとピッチョが来るね。先週だね、先週3つ揃ったの。つい最近。そう、これはねまだね、うん、米軍に決まる前からあったんだけど、1個はね、うんうん、あと2つはねピッチョが今回来るのに合わせたように来てくれた。もう出来たてほやほやです。すごい、ね、はい、はい、で次こちら、はい、P226 がだから言ってみれば、うん、ほら、うん、あのシグの この間までのね、うん、大活躍の、うん、一級軍事軍用拳銃かな、うんうんうん、シグの軍用拳銃といえば226だったでしょ、うん、だから320はその後継機だよね。はい、でこれピッチョほら一昨年来てもらった時にさ、うん、あのダブルアクションが重くて弾けなかったじゃん、うん、弾けなかった、ね、それをあの、うん、今回320大丈夫だからあと実写の時に味わってくださいよ、うん、ね、おー、はい、それと、うん、こちらにはねグロックが実はあの34と17と19ね、はいはい、これ、うんうん、エアソフトでもおなじみじゃないですか。おなじみです ねこれが要するに米軍の正式採用を実は320と最後まで争ってたライバルだったんですよ、うん、何社かが上がってて候補に、うん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 、でもちろん、まあ、シグが320出して、はい、ベレッタもあの、うん、最新型のストライカーの APX ってそれちょっとまだ来てないんだけど、うん、ベレッタも出して、はい、もちろんスミス&ウェストも M&P を出して、はいはいはい、FN が FNP9 っていうのを出して、うん、まあ、各社で争ってたんだけど最終選考にはグロックとシグが残ってで、最終的にシグが競り勝って米軍正式採用になったというようなストーリーがあるわけですね。はいはいはい、ね、なんか長さが違いません？そうなのね。え、これなんでなんですか？はい、今まではね、はいはい、軍用拳銃、この間までの軍用拳銃、はい、まあ、今も現役なのかな、うん、今のこのベレッタ M92F ってあるじゃないですか、はい、これがいわゆる軍用拳銃、大型拳銃の標準サイズって言われてるあれで、うん、重心の長さ5インチなんでね、うん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 、12.7センチ、127ミリ、はい、で、まあ、こういう大きさなのよ、はい、だけど、うん、最近って特殊部隊とかはやっぱりこうライフル持って、うんうん、でサイドアームがそれこそ MP7 だったりするじゃない、うんうんうん、でもう一丁拳銃ってなるとさ、はいはい、大きいとちょっとね、でここのホルスターに入れるんだったらまだいいんだけど、はい、両手には M4 持ってる、はい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 、ホルスターに MP7 が入ってる、はい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 、で拳銃ってなった場合大きいときついんで、そうですね、こういうとこのほらこういうとこ入れたいじゃない、うん、はいはいはい、もうそれ用に一部 G19 を採用したって話はピッチョ知ってる？すいません知らなかった。ほらだいぶ小さいでしょ？全然違いますね、うん、大きさが。コンパクト
はい、これがねフルサイズっていうね、カテゴリーとしては、はい、これはコンパクトなの、はい、でほらそれをここへこう入れたりするわけで、ネイビーシールとかね、3丁目として持つなら確かにちっちゃい方がいいです ね、あとほら 薄くてちっちゃいからさ、例えばこういうところにつけた時も、うんうん、グリップが 92F だと長いんで、うん、はい、長さはまあいいとして、はい、僕みたいに胸板が薄かったりさするとさ、はい、後ろにこう出ちゃうんだよ、上着から出っ張っちゃうでしょ、はい、コンパクトはここがちょっと短めになって、はい、だからこうやって身につけた時もほら、うんうん、そうですね、多分女性の腰にも収まるんだよね、うん、そうですね、女性にも扱いやすいですよね。あともちろんそれからもう一つ、うん、そうだ、はい、今女性の話が出たけど、はい、今現場に出ていく兵士とか、うん、あの警察官の方、はい、女性が多いよね。あ、そうですね、うん、よく見かけるようになりました、うん、それからアメリカは当然、うん、あのもう今多民族国家で、うん、白人とか黒人の方たちだけじゃなくて、うん、ラテンの方とかアジアの人とか、うん、いろんな人がいるんで、うん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 、拳銃もいろんなサイズが必要じゃない。はい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 、ということで、うん、P320 は、はい、フルサイズね、これがいわゆる M92F と同じフルサイズの5インチと、はいはい、うん、あと長さだけ短いキャリーっていうんだけど、キャリーこれはちょうどだからグロックでいうと G17 と同じぐらいの大きさかな。あと実は226とかと一緒なのかな。なるほど、ね、ちょっと短いやつ、はい、それからこれが G19 と同じ コンパクトってクラスかな。これが全部セットで入るはずなの。はい、セットで入る。セットで入る。でこれよりさらにもっとちっちゃいサブコンパクトとかあって、はいはい、全部じゃあ正式採用されたもの。どれが米軍で正式採用になるかは まだちょっと分かんない。そうなんだ。あと米軍のはおそらくここに安全装置がつくんじゃないかって言われてます。へえ。あとここにあの、うん、今これつるっとしてるのね、はい、だけど米軍のやつはここ板がネジで外れて、うんうん、ここへあの小さいダットサイトが乗るようになるんじゃないかとも言われてて、うん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 、まだ米軍の正式採用がどういう形なのかはまだね分からない。へえ。早く撃ってみたい。で、はい、なんでそのサイズの違ういろんなのを一挙に採用することができるのかっていう説明は後で分解しながら詳しく説明しますけど、はいはい、モジュラー式と言いまして、はい、あの要するにグリップの太さとか、うん、スライドの長さとかを自由に変えてやれるんですよ、うん、はい、どういうことかっていうと、はい、ちょっと今ちょっとスライドを外しますね。はい、スライド外します。はい、でコンパクトのスライドも外してみます。はい、ちょっとねまだ新品なんで硬いんだよ ね、うん、ね、それでコンパクト今ほらこれこうだったから、はいはい、コンパクトに長いスライドが、はい、そのまま入っちゃうんで、うん、これ動作的にどうなんですか。全然問題ないんだよ。違和感なく。へえ。これだとほら長さがある銃なのにこうやってスマートに持ってね、そういう目的になるよね、うんうん、すごくかっこいいな、うん、あとこれをやる人はあんまいないと思うんだけど、はい、例えばピッチョさん、はい、うんうんうん、ほら なんかちょっとおかしいな、ちょっとそうですね、まあ、こっち出ちゃったけどね、うん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 、でも例えばさ、うん、ここへサイレンサーをねつけるとか、うん、なるほど、コンペンセーターつけるとか、うん、そんなことで使えそうじゃない、うん、こういういろいろ組み替えることが自由にできちゃうんだね、3人まで、じゃあ自分の使いやすいようにカスタムできるっていいですね、うん、実はグロックは、うん、3,4 のスライドを例えば17に移すとか、はい、あと17のスライドを19に移すとか実はできないのよ、はい、へえ、こっちはこっちで それぞれに適正化されてるの、はい、フレームがね、なるほど、でも、うん、320それができちゃう、うん、でグロックも慌てて多分今回米軍の正式祭に合わせてスライド変えられるようにしてリファインして出したんだと思うんだけど、はい、まあ、最終選考ではシップが勝ったと。へえ、ね、なるほど、はい、ちなみに今ちょうどマガジンが今ここに出てるので、いい質問、長さが違いますよ ね、 そうですね、これはね、はい、例えばコンパクトはここが小さい短いんでマガジン短いのが入りますね、はい、でキャリーはこれで、うん、はい、別にグリップの長さがほら違うんですよ。グリップの長さ、グリップがほらコンパクトはちょっと短い、ね、あ、そうですね、1センチくらい短い、短いですね、それで、うん、コンパクトのマガジンは 15発入ります、はい、でフルサイズとキャリーのマガジンは、はい、これは17発入ってほらこうやって入るんだよね。おお、入るんだ、はい、でもこっちは短いから入るけど届かないんで上まで、はい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 、はい、でこれは今度ちょっと長くなってこれ21発入るんですよ。おお、ね、エアガンみたい、エアガンみたいでしょ、だからちょっと
なんていうの、そう、今ちょっと面白いこと言ってたけど、エアガンみたいな本物なのね、3人まで。なんかもう見た目もね、本当にエアガンだし、そう、プラスチックでね、持った感じもエアガンでしたね。まあ、グロックもプラスチックなんだけど、うん、なるほど、はい、まあ後で、うん、この中身のね、詳しいことは、はい、あの後で説明します。はい、で、せっかくなんで今回は、はい、まあ、ピッチョと、はい、あとハイパーの今撮ってるヤスさん、ヤスさん、ヤスさんとピッチョと僕で、はい、じゃあじゃんけんでこの3つの3人まで選んでさ、うんうん、射撃大会しましょう。やりましょうよ、負けませんよ、ね、そういうような思考で、お師匠の2人には、そういう、そういう思考で今回あのお楽しみいただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあピッチョリーの、はい、来たばっかりのさ、はい、P320 の、うんうんうん、これからじゃあ打ってみましょうか、はい、早速ね、はい、来たてほやほやを、はい、行きます。はい、でせっかくだから、どれにします？1人10発ずつのさ、はい、射撃大会ってことでもないから お試しでちょっとね、対決ですね、僕とピッチョリーナと、うん、あと今キャメラってるヤスさんと3人でさ、はい、1丁ずつインプレッションしながら、はい、食レポと一緒だからね、はあ、打ちながら、うん、これはまったりとしたとかなんか言わないと、なるほど、順序はみたいな感じです ね。で選ぶのはピッチョに一番最初に選ばせてあげるから、はい、いいんですか、うん、全然ほらよくさ、うん、あ、じゃあ私これとかじゃなくて、うんうんうん、ちゃんと空打ちしてさ、うん、重さとかね、うん、洗った時のあれとかをちゃんと確かめてからよ。うわ、何の根拠もなくさ、うん、私これって選んでさ、うん、当たんねえとかさ、うん、すぐそういうこと言うんだよ、うんうんうん、当たんないんじゃないんだよ、うんうんうん、打つお前は当てられないんだよ。なるほど、打つお前は当てられないんだよ、自分は当たるんだよ。負けないよ、負けないよ、うん、ということで、はい、全部空打ちをしてさ、はい、バランスとかも自分で見て取ればいいかな、うん、そうです ね。じゃあまずどうしようかな、キャリーにしようかな。じゃあコンパクトね、うん、コンパクト、コンパ、これコンパクト、コンパクト、キャリー、あ、間違えた、こっちがキャリー、これタコプス、タコちゃん、タコちゃん、キャリー、キャリー、コンパクト、はい、はい、でじゃあコンパクトからじゃあまずコンパクトから、はい、あ、コンパクトからいこうか、はい、はい、で日本で教えた通り、はい、今球入ってないからスライドゆっくり戻してね、はい、でもこれ空打ちできるから、はい、これでほらちゃんと、ね、構えてみて、はい、で感触確かめてみて、自分でどうかな、うん、うん、はい、もう一回スライド引いて、うん、はい、はい、打ってみて、うん、あ、そういう感じよ、なるほどな、うん、それで今グローブしてるじゃん、うん、はい、グローブしてると、はい、やっぱりその感触がどうか分かんないのよ、はい、だから僕は初めて打つ拳銃の時は、うん、少なくともトリガー引く方はグローブ外すんだよね、へえ、なるほどね、そうじゃないと味が分かんないじゃん、はい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 、分かる、なるほどなるほど、握った心地がね、うん、ダイレクトの人間のこう、ね、素晴らしい手のセンサーがあるからさ、うんうんうん、あ、ここのテクスチャーはこういう感じなんだな、丸みはこうなんだな、あ、こういう感じか、うん、そういうのをちゃんと実際打つ時をイメージして、うんうん、的の真ん中狙って、うん、はい、うん、よし、心の、もう心の中で俺ヒットしてるから、うんうん、ヒット、はい、心の中で、うん、そうか、うんうんうん、キャリーはこんな感じだな、はい、じゃあ次コンパクトやってみよう、あ、重さがこうか、うんうん、グリップはこうか、うん、で、うん、こういう感じか、うん、このみぞみぞね、はい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 、ギザギザ、みぞ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 がさ、はい、なるほど、こういう角度から引きやすいなとか、うん、あ、こうやってやるのもいいなとか、うんうん、いろいろあるじゃない、うんうんうん、味わうことが、はい、まず打つ前にこうやって味わってもらいたいんだよ、うん、あ、なるほど、こうか、うんうんうん、じゃあところで、はい、ちょっと大きくてとっつきにくそうだけど、うん、タコちゃんはどうかなってやるとさ、うんうんうん、タコちゃんだけはほら、うん、光るフロントサイトなんで、うん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 、おー見やすい、うん、あー、これもいいかもって、やっぱ外でも見やすい、うん、見てごらん、見てごらん、うん、はい、じゃあ次ちょっとタコちゃん、今言ったようなことをさ、うん、一つ一つ確かめながら、じゃあちょっとコンパクトから行こうかな、うん、ね、皆さんこういう風にまず打つ前にさ、じっくり空打ちで感触確かめましょうよ。エアガンとかもそうだよね、うん、打つ前にじっくりさ、これこういう形でこういう意味があるのか、そうそうそう、あ、どう、やっぱね、グリップの大きさって違うんですかこれ、うんとね、うん、どれも M サイズなんだけど、うん、やっぱりこっちはさ、うん、わずか6ミリだけど短いわけよ、はい、うん、短い分、うん、ちょっとこうあれが違うかもね、この、ま、ここがほらこう、うん、こうなってるのがないとかさ、はい、なるほどなるほど、その微妙なあれもね確かめてもらいたい、はい、じゃあ次、うん、コンパクトこう、うん、これこのキャリーね、キャリー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 いこうかな、はい、いきます、空打ちいきます、はい、構えはできてるよね、うん、だけどピッチョあれだよ、はい、引いた瞬間にピッチョはやっぱり、はい、あ、ブレてる、ちゃんとサイト見て、はい、もう一切サイトブレないように、うん、そう、今できたじゃん、うん、
なんかやっぱりそのエアガンと違ってそのトリガーが重いから、そうだね、とやっぱ筋肉がない女はちょっとブレやすいかもしれないけど、うん、でもちょっと気をつけて、まあ、頑張れ筋肉のない女、うん、よし、じゃあ腹筋だけ鍛えて、腹筋だけ鍛えてね、よし、じゃあ、うん、一応ほらキャリーは OK、 はい、これタコちゃんね、タコちゃん行きましょうか、から打ち行きます。タコちゃん見やすくない？タコちゃん、あー全然違う、ね、ああはい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 、はい、なるほど、さあどうだろうか、あーどうかな、でもやっぱり、うん、タコちゃんもか、うーん、やっぱり私はコンパクトでいきたいと思います。じゃあ、ピッチョリーナコンパクトね、はい、コンパクトでいきたいと思います。ヤッサンどうする、ヤッサンどうする、いや石井さん先で、石井さん、石井さんねすごいえげつない人なのよ、だから石井さんタコちゃんでいくよはい、それでだって、うん、じゃあえ、それ理由はみんな知らないから言っとくけど、うん、あ、ごめんね、うん、ガンってさ、はい、アイアンサイトってさ、うん、リアサイトとフロントサイトで狙いつけるじゃん、うんうん、はいね、はい、で短い棒で、はい、これ短い棒だとしよう、うん、短い棒でまっすぐ刺すのと、うん、長い棒でまっすぐ刺すのとどっちが正解、長い棒の方がだろ、ね、タコちゃんだけ長いんだよ、そうなんだ、オッケー、理由2つ、ね、はい、反動でバーンってガン上がるじゃん、はい、前が重いほど上がんないと思わない、あ、軽い方が、うんうん、動きやすい、タコちゃんの方が長いから前重いんだもん、なるほどね、私別名えげつなしようと思いますというわけで私はタコちゃん、はい、じゃあレイヤーさんキャリーでいい、キャリーで、ね、じゃあこの3つでインプレしながら射撃ということで、はい、じゃあ僕から打てばいいのかな、じゃあ入れます、負けないよ、玉込めいきたいと思います、ね、はい、玉込めの時はね、はい、グローブした方がいいかもしれないよ、あ、した方がいい、あのね、はい、エアガンはさ、うん、BB ボトルってやるだけじゃん、うんうんうん、実銃これマガジンのねこれ薄い鉄板で角が尖ってるんですよ、うん、でこうやって指切っちゃう時あるから、僕もね玉込めん時は手袋する、両手した方がいい、はい、そうなんだ、もうなるべくした方がいい、はい、なんてかっていうと試合の時にさ焦って溜め込めてて、ここにちっちゃいスクラッチ傷でもついちゃったらさ、うん、もうその日一日台無しになるよね、確かに、でもね結構もう汗チキシュン、チキシュン外したとか言いながらやるとチッて切っちゃうんだよ、あ、そうなんだ、うん、それで、はい、玉なん BB だね、実弾ね、はい、これ9ミリだ、9ミリかける19、はい、で CQB グアムではあのファクトリーアンモつってこのほら、はい、お店で売ってる工場のまんま、自分のところでリロードしたやつじゃないのよ、へ、だから火薬は満タンだからね、はい、威力あるから、はい、反動もきついから、はい、ここはこう、はい、で、こっちが後ろです、はい、こっちが前です、はい、こう後ろが見えるように持って、はい、でこれプライマー、これ真ん中のが雷管なんだよね、はい、これ尖ったもんでプチッてやると、うん、発火するから、おお、はい、でも指でこうやったぐらいじゃ大丈夫、なるほど、で落としても大丈夫、はい、やばいのは、うん、もう尖った硬いものにこう落ちるとバーンって弾けるから、うん、なるほど、だから、まあ、大事、安全に扱ってください、はい、でマガジンは前の方が広がってるのね、はい、だから広がってる方から入れて後ろへ押し込んでいきます、はい、できるね、はい、これ女の人なかなかね指力がなくてできないんだよ、あの最初の方はできるんですけど、でだんだんできなくなって、あとピッチョほら、はい、もうこいつ本能だね、え、何、こうやってさ空中でやるとさ、はい、こっちの力がこうやってここを痛めちゃうんだよ、はい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 、だからみたいにこうやってつけてやるという、あ、そうなんだ、楽よ、なるほど、 OK、 はい、じゃあ3発入れてみる、はい、3発目まで3発、よし、でもう7発入れるから、はい、もう7発はちょっと高等テクニックでやります、はい、高等テクニック、7発ここから出して、はい、今7発、はい、一握りだよね、はい、一握りこう握ったら、はい、もう 指の中からこうやって、はいはいはい、次はい、次ってこうやって、うわー、こうやってこうやってどんどんスムーズ、うん、ここから一個一個やってると遅いじゃん、なるほど、1、2、3、4、5、6、7、そうで、こうやって 10個入れて、はい、あ、手袋が、うん、手袋あってよかったでしょ、あってよかった、ないともう今指傷ついちゃう、危ない、爪も剥がれちゃう、そうですね、難しい、難しかったら、あの、いいよ、もうちょっと握るのが少なくて、 OK、 ピッチョね、うん、ピッチョね、うん、こうやって、はい、こうやって人差し指と親指と両方で持つから、はい、この人差し指と親指の隙間に球が入っちゃうんだよ、はい、そうじゃなくて親指で、親指で押す、
で、はい、きっかけがつかめたら、うん、こっちの親指ごと右手の親指ごと左手の親指で両方の親指で押して後ろに使う、うん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 、そうこうやったらこうやってきっかけつかんだらまず左の親指で、はいはい、きっかけつかむ右手乗せる、はい、そしたら最後こっちでこうやって一緒に。なるほど、そうそう最後の3発がなかなかね、うん、重くてこうやってこう、そうそうそう、はい、はい、入った、行きました。コンパクトなマガジンで短いじゃん、はい、これ15発入るんだよ。ほうほうほう、15分の10なんだよ、だから、はい、でタコプスは21発入るのよ、はい、21分の10なんだよ、はい、だからタコプスの方が弾入れるのも楽なんだよ。あー、なるほどなるほど、えげつな仕様ですこれで疲れさせてね、外させる作戦だから。何マガジン入れました。スライドストップ、これ両方についてる、だ左手でもできるね。はい、入りました。じゃあ撃ちます。ファイハッ、はっ、2発外した、2発外した、まあ後で標的見よう。やっぱね、じゃあうって下外すね。9発当たった。あー悔しい。僕はでも8発しか当たんなかった。あー悔しい。なんで8発だと思う？え、なんで？タコプスだからすいません。でピッチョね、はい、打ち終わった的を見てさ、うん、どうだったかっていうのを見るのもね、はい、射撃にとっては大事なんですよ、はい、射撃ってさ、うん、銃がやっぱり目がいっちゃうじゃん、はい、でも実際に飛んでって仕事してんのは弾なんだよね。うーん、弾がちゃんと飛んでくれるためのお手伝いをする道具なんだよ、うん、銃、はい、でさらに言えば仕事の結果はターゲットなんだよね、はい、だからターゲットを見よう、はい、で、これが、どうですかこの見事なグルーピングって言いたいんだけど、これヤッサンがったターゲット、うん、うまいよね。うん、さすがです。キュッとなってますね、うん、これね、うん、グルーピングって言うんですよ、うん、要するにグループ集まり具合、うんうん、おお、なるほど、グルーピングって言うんですこれ、うん、なるほど。ちょっと左に寄ってるのは、うん、ヤッサン曰くね、うんうん、サイトがずれてるんだって。あ、そうなんだ。でも俺はおそらくね、ヤッサンがね、うんうん、ね、指が短い人はね、はい、先端の方でトリガーに指かけるから、はい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 、左に振ることが多いんだよね。そうなんだ。うん、だおそらくヤッサンのまあ引きぶれなのか、あるいは人の目って同じようでいて、ちょっとずつやっぱり顔の形とか、うん、というか見る角度によって見え方が違うから、はい、僕がサイト合わせたやつだとは違うのは事実なのかもしれない。だから自分が撃つ銃は自分で撃ってサイト合わせなきゃいけない。本当は、ね、女性と男性でもちょっと違うって言いますもんね、うん、あとほら 目の見方がさ、上目遣いの人、あとこうやって見る人、いろいろじゃない。それによってもちょっとやっぱり、ね、やっぱそうレンズとスクリーンの角度が変わるからね。ゼロインしててもやっぱ自分のと人のは、うん、やっぱちょっと違うっていうのはあるんですね。だから厳密には何か銃、特にこういうところでは借りた銃を撃つから、うんうん、はい、まず空撃ちして感触確かめたでしょ、はい、確かめました。で次は本当はペーパーとか、うん、はい、あるいはまあ今みたいのでいいんだよね、ゆっくり打って、うん、
はい、あ、俺今日はちょっと左下に外すんだな、じゃあ分かった、本番はここを狙って打たなきゃなっていう判断をするわけ、はいはい、日によっても違うんですね、うん、日によって違うしさ、その日の握り具合とかで違うじゃん、だから新しい銃を手にしたら必ず試し撃ちをして、はい、安田巻は左下に当たる、はい、傾向が分かるわけ、分かりますね、うん、グルーピングだから、はい、だからすごくいいんだよ、なるほど、安田さんやっぱりね、うん、いい人だからいいんだよね、うん、これ人柄まで分かっちゃう、分かる、書道とかって一緒だ、なるほどね、もうね俺もそうだけどね、うん、一郎さんなんかでターゲット見られたらね、うん、どんな人か全部分かっちゃう、誰と結婚するかとか、どんな弱点かとか、マジですか、じゃあ人柄が出ます、早く私結婚したいんで、ちょっと次私の結婚占いしてもらっていいですか、 そ、ね、うん、その前にじゃあ僕の見よう、はい、そうですね、どうもすいません、もう非常に散漫だね、そうかな、グルーピングになってないんだよね、やっぱりここら辺ギュッてなってますね、ちょっと左下振り傾向だね、はい、だからたまにでも一発もうまく打ててない、だって当たるべきはここの真ん中打ったからさ、うん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 、あ引っ張っちゃった、あ左行っちゃった、あっつってる間に、うん、でもこことかも3発ぐらい当たってません、うん、でもね、うん、やっぱり良くないよ、真ん中に当てたかったの、うん、なるほどな、ついついフロントサイトに集中しなきゃいけないんだけど、はい、結果がどうなるかを見ちゃってターゲット見ちゃうんだよ、標的ばっかり見ててサイト見てないんだよ、なるほど、というのを今ね頭の中の映像で、うん、サイト見てなかったな、うん、もうどこへ当たるかってこっちばっか見てたなって今思います、なるほど、反省しております、はい、実践じゃないから、うん、この人に返り討ちにされないから、うん、反省してまた打つというのが練習はできるからいいよね、うん、なるほど、はい、じゃあ次ピッチョリーナ、ピッチョリーナ、はい、ピッチョリーナね、うん、一発目結構真ん中当たってね、うん、びっくりしたの、うん、ところがね、うん、2発目下だった、はい、で3発目上、はい、4発目下、はい、真ん中下、真ん中下、あ、そうだったんだ、で最後だけ惜しくも下に立ち出ちゃったんだね、うんうん、私は逆に石井さんとは逆でもうずっとそのサイトばっかり見ていて的はもうほぼほぼ意識してなくって、だからダメだったのかなって思います、俺もそういうありたいよね、どういうことだ、それが一番いいんですよ、でもは、まあ、一発外しちゃってます、サイトだけ見る、はい、要するに自分がやれることに集中するわけ、はい、だって飛んだ球の後のことは面倒見らんないんだから、はい、こっちは気にしなくていいわけで、うん、実戦ではそうもいかないだろうけどね、うん、相手に当たって相手が倒れたかとかさ、はい、打ち返してこないかとか見なきゃいけないから、うん、実戦ではそうもいかないかもしれないけど、うん、それでも相手がどうでもまず自分のやれることを一生懸命やる、はい、サイトがぶられないようにトリガー引く、それができれば、はい、うん、綺麗に当たるし優勝できると、なるほど、ピッチョリーナ結婚できますよ必ずやった、ただやっぱ相手どうなるか見てなくて自分のサイトばっかり見てることがあるかもかんない、確かに性格出る、でもさ、うん、男のさ欠点ばっかり挙げつだってさ、うん、自分が化粧とかもさ全然しないような女より、うん、自分磨き一生懸命してくれる人の方がいいと思います、私私実銃射撃を一緒に遊んやってくれる男性がいいです、うん、ぜひお待ち、さあ射撃終わったんだけどどうだった、あ、どうだろう、なんかこうやっぱ小ぶりだから私の手に、うん、まあなんか握りやすかったっていうのと、やっぱ安定感がある感じしました、ですよねでしょ、どうだった、ね、石井さんは、いやもう本当にね、うん、もう見事な射撃だったいや本当、うん、驚いた、ちょっと舐めてたねマジ真面目な話、はい、最初の説明通り、はい、ピッチョが一番不利な条件だったんだけど、うん、やっぱり一生懸命、うん、無心で打ったんだね僕はちょっとねちょっと考えちゃったんだよ、プレートの真ん中にさグッとグルーピングつけて、さすがですねっていうのをね言われることを思い浮かべちゃったかもいきなり打てたじゃない、うんうんうん、初段からね、うん、初段から当たった、やっぱりストライカー式のいいところは、うん、初段も2発目も3発目も当然だけど一緒なんだよね、で覚えてないかもしれないけど、はい、一昨年やってもらった P226 は、はい、分かる、うん、でこっこしてこっからスタートしなきゃいけないから、うん、1発目はすごい重いわけよ、そうで2発目からシングル、うんうんうん、この1発目がさ、うん、ピッチョ引けなかったじゃん、引けなかった、重くて、だからピッチョはさシグに対してはさちょっと苦手意識があった、うん、苦手意識あった、そう大好きな銃なんだけど、ね、日本ではだってサバゲーでこれ使うんでしょ、そうサバゲーではそうこれなんだから、うん、使いたいんだけど、でもほらもう今日は成績も良かったから、うん、すごい好きなシグになったから、うん、なったよかった、エアガン欲しいね、いや欲しい、あ、うん、そうこれエアガン出たらすぐ買いたい、うん、俺も悔しいからタコプス作ってくれたら買いますから、うん2つ買う。分かった。ということで、はい、見事な射撃でした。はい、ね、アメリカ軍もこれということで、今後どういう展開になるか楽しみですね。楽しみー。